ありがとうございました。もうサッカーしてたらいくらタラレバで上行けても決勝トーナメント行ってもきついだろうなって。後半は本当にもう攻勢一方というか、いやいやもういいでしょ、もっといい試合持っていけるったんだよ。相手絶対グーグル蹴って、バイヤーズガンガン一歩そこで落ち着くやつがいないと。もう一回でも、まあ、入ってもいいなんだって、俺はなんで楽しめてるの、俺もやるだろ、直してよ、あと何でこうやって相手がをただ苦しくさせる、ただ歩きづらいから水が怖いとかじゃない、そういう相手がない。明日からは全然可能性もまた出てきたので、明日はフォワード前線がもう少し点を取って、まあ、他の会場は気にせず、自分たちは目の前の試合をとにかく勝って、トカチさんも、まあ、本当に今日勝てばまだ明日勝ち点争ってやると思うので、うん、バチバチで来ると思うので死闘したいですね。あなたに伝えたい気持ちどこかにあって、今も走っている、あなたが残してくれた言葉ずっと今も覚えてる。夕暮れ色に染まる街の隙間、小さく息をする。だから Thinking of You なんかは弘前の歌なんですよね。花があって雪があって雨があって風があるっていうのは弘前の四季のをちょっと、表していると、選手の気持ちだったり、その支える人だったり、多分こういう自分も含めてなんか夢持って挫折してまたっていう人たちって結局、こういう気持ちになるんじゃないかなっていう、それこそ働きながら。俺らもそうですけど、それ一本でお金稼いで生計立ててるのをプロっていうわけじゃないと思ってて、そう、ね、プロっていうのは多分その見えないところでしてる努力だったりとか、人前に出すもの出るものに対しての責任だったりとか、その仕事しながらサッカーやってる選手とかに対しても、まあ、できる時間でできることをやるわけで、もうそれをちゃんと極めてることがプロフェッショナルだと思って、これはだからリスペクトして、前のエピソード1もそうだったんですけど、仕事しながら練習参加できないけど、この電力なんかは朝練来れないんで、練習できるのは時間というのは本当に限られている中で、患者さんと2人で夜走ったりとか、それは彼の取る意識が来るものだと個人的には思ってるので。僕弟が選手としてプレーしてるんですけど、もう10年以上現役してやってて、日々 その体のケアとか仕事しながらの時間の使い方だったりとか、まあ、オフの日の過ごし方だったりとか、そばで見てるんですけど、どんな大変なものかっていうのはもう僕みたいな素人の人も想像つくんで。そうだね、多分すごくストイックじゃないといけないだろうし、やっぱ人間性っていうか、そういうのも含めて昇格するチームに、まあ、選手にふさわしいプレイヤーになれるように、自分なりに譲れない部分というのは、そこはなんていうか、プロとして、お金もらってるもらってないとかじゃなくて、応援されてるされてないの関係で僕は思ってて、応援されてる以上、弘前背負って立ってる以上、もう本当にやらなきゃいけないなって思ってることはやってるつもりなので。弘前っていうチームがあるっていうのをもっといろんな人に知ってもらえるし、あのチームでしょって、応援行くよ、今週グランドホームだよねみたいな声が聞こえてくる街にしたいなっていうのはありますね、すごい。
ドイツのダルムシュタットっていうちっちゃい町で、で後から調べたら人口16万とかだから弘前と同じような町なんですね。でそこに 1FC ケルンっていうチームがあって、でちょうどあの大迫がいて活躍してた時期で、たまたま2年くらい一部にいた時にちょうどいいタイミングでその大迫が来るって言って、ちょっと近くに帰らしてたから、ドイツ人の友達に助けてもらって、ちょっと見たいからチケットを取ってって言って、でそのバス停からスタジアムまで歩いても同じユニフォーム着たらそろそろ行列して、いやそれ見た時にやっぱ弘前もなんかこう僕の中ではパブでテレビで応援しながらお酒飲む人もいて、駅から弘前駅からみんなあのピンク色のユニフォーム着て運動公園の駅まで行って、なんか会場で見る人もいてみたいな、そういうイメージをすごいまあしたというか、このパブに行ってサッカーが流れてて、みんな飲みながらわーわーってやってたり、ちょっと時間深くなってきたらまあライブ演奏始まったり、自分の魅了されたパブ文化にはそのスポーツ、音楽、お酒っていうのを切り離せないものがあって、いろんなものがこうリンクして文化が盛り上がっていけばなっていうのは思い描いてますね。始まるだろう、僕が入ったのは東北2部の時だったんで、それはその時はもう本当すごい少ないサポーターの中やってて、それが今はもうあんな応援されるチームになってるんで、弘前でも絶対できるし、それが毎週あるんだったら、まあ、さっき良介さんも言ってましたけど、何ほど楽しい週末なんだろうってなるだろうし、今の弘前の子供たちがいやブランディでやりたいなって思えるチームになってくれれば、それがやっぱ JFA であればいいし、全国リーグが近くにあるっていうのは子供たちにとって本当に大きい、本当に JFL とか J3 でも J リーグがあるっていうのは本当に弘前の将来は明るくなるのかなと思います。春めく弘前の空に舞うささやかな願いも小さな幸せも誰もが愛する誰かのために。あネプタは最高っすね。ここに明かりの一つを灯している。正直今日の試合は俺とおめえだな。どれだけ走れるかだな。両サイドが。もっと走れよ、お前3俺3試合目、お前2試合目はもっと走れよ。前走れ前。結構しんどいよな。いや体は来てますけど、多分笛聞いたらまた体動くはずです。まあもう直すとかよりもこの日程だとどうやって。90分持たせるかみたいな、いやもうそうっすよ。
勝たなきゃって思うんですけど、それで父父困っててもあんま意味ないし。あ、めちゃめちゃ雰囲気です。最高っす。これ若さもあるし、うん、今日勝って、うん、気持ちよく広瀬帰って、うん、一緒に行きましょう。拓也も昨日からいい、もう初戦からいいプレーしてますし、伊佐もその、まあ、セカンドにいますけど全然全部出れる準備はできてますし、ベンチでも盛り上げてますから、3人で1人みたいな感じのキーパーでやってます。左サイドいい感じに崩せてて、もっと左サイド使って、あとはまあ決めるところ決めてれば、じゃないじゃん。上で全部並べてダメでサッカーしてるじゃん。オッケー。はい。
トーン上、チェイオーを目指して。オッケー。もっと獅子持っていこう。オッケー。頑張ろう。ナイス、ナイス、ナイス。いけるなっていう思いはありましたね。後半絶対1個2個はチャンス来るだろうっていう、そこを仕留めて後ろが守れば絶対勝つっていう意気込みだった。シュート打て、自分で決めようって。オッケー。よし、相当楽しいから。今楽しいね。楽しいでしょ。もっと楽しくいこうぜ。オッケー。何個かやられたって思ったシーンが2つ止めてくれたので助かりましたね。後半なんかちょっとずつ攻撃のなんかテンポ遅いなっていう感じもあって、後ろで回してるだけでその前の出入りがなくてちょっと違和感、嫌な雰囲気だなっていうのがありました。常にどんな環境でも、相手がどんな相手でもそれをしっかり出す、すごい大事なんだと思いました。やっぱコンディションもあるし、
相手のレベルもあるし、うん、それでもやっぱ自分たちもやりたいことをやれる実力がなきゃ昇格はできないなと思いました、うん、はい、頑張って、じゃあね、応援してよ。ありがとう。一生すっきりしないでしょ。本来ね、あれをやるつもりだったの。まあそのために今日からリスタートって感じで、ね、気持ちも心もいい顔してるし、いや、いい顔してます、はい、やっぱり自分が出てるとやっぱ勝ちたかったなっていうのもあるし、やっぱ試合出て感じるもの出てない時は全然違ったんで、まあ、みんな全力でこう練習に取り組んで、うん、試合に戦って秘訣の、まあ、権利を自分たちで勝ち取って、うん、で、まあ、チケット行って、うん、まあ、勝てませんでしたけど、うん、まあそれはもうしょうがないかと、うん、全力でやって出た結果なので、うん、結局自分らのミスなんでそこを改善すればいけると思うんで、まあ次こそはって言葉はあんま言いたくないですけど、まあ、もたらいねんとか、あんまりそう簡単に言えないなって、もう私の年最後の年って思ってやるんだ、うん、そういう面でも甘かったと思うし、最初は時悔しくて、でまあ、その時だけでも悔しいよね、でもそれで終わっちゃったな、そこでストップなんで、自分の人生だね、こういう感じで、もともと上にチャレンジして、で上でやれば誇りになるんで、チェンジで、大石山選手が誇りになるんですよ、何でから行った選手が、うん、プロで勝ってきたら、それもすごいいいし、ね、まあ、年が取っても戻ってきて、じゃあ、人先のダメさをするとかもなるかもしれないし、うん、この子たちがどこまで伸びていくか、これもそれも見たいし、そうさせたいし。うん、もっとこうできたなとか、こうしてればっていうのはすごくありました。いい経験だったとか、もう終わっちゃったことだからじゃなくて、この悔しさをみんなにも忘れないでほしいというか、この悔しさは今でも忘れてないですし、チケツの悔しさはチケツでしか返せないんで、選手同士の衝突とかも多分必要だと思う。そこで衝突し合ってコミュニケーション取って、どんどん修正していって良くなっていくっていうのが、まあ、選手の技術だったり素質の向上ももちろん大事ですし、そうやってチームでやっていくことをしっかりみんな徹底してそれをこなせるようになんないとやっぱダメだなって思います。自分の息子も今3歳なんですけど、まあそういう J リーグとかを見て育ってほしい部分もあるので、そういう子供たちに夢を与えれるようなチームになってほしいです。自分はまあブランディーニーの時は JFL 昇格だったんですけど、それはまあみんなに託すっていうことで兄貴に託したいと思います。
2年もいたんでこのチームに、まあ、愛着あるし、まあ、将来的には J になってほしいです。ずっとサッカーで生きて、もうサッカーで得た経験ってやっぱりサッカー以外でも生きると思うので、そこは自信持って。私の、まあ、ブランディ絶対いけると思ってたんで、余計それが悔しかったですね。やっぱサッカーやっていく以上プロにはなりたいですし、それはプロになれる可能性があるのはどこでもチャレンジしようと思ってるので、君を探していた、君を探していた、夢は続き、夢は続き。まあ見本となる選手っていうか、自分たちが目標とするところが地元にあれば、子どもたちを身近に試合のところでしっかりパフォーマンス見せて、子どもたちがああなりたいなって、こういう選手になりたいなっていうふうに思ってもらえれば。何回もチャレンジすること、できないこともチャレンジすることが伝えたいことです。遠くの声、遠くの声、ね、まあ自分たちがやるんだっていう意識もそう思ってやっていけば、練習も変わりますし、練習変われば試合も変わりますし、まあ、そういうことを積み重ねていければ、まあ、チケツにもつながってきますし、JFL 昇格ってところも、まあ、より現実味を帯びていくんじゃないかなっていうふうに思うんで、人間忘れる生き物なんで、そこを、まあ、一日一日しっかり、まあ、もう戻ってこないんで、その一日は、まあ、そこをもっと意識して やっていかないとな。でから結果出すっていうのが、会社でも前も父ももちろんですし、それがまあ地元に帰ってきてるのもあるから、トップリーグ優勝してるんですけど、もちろんブランディング実力あるからこそだと思ってるんで、それはまあ対戦した自分が一番やっぱり良かったし、ブランディングやっぱ頑張ってほしいっていうのは、ここで負けたら、それは昇格できないし、練習でも毎日意識するようにこれ出すようなんで、走り続けるのは大事かなと思います。走って走って戦って結果出しがないと、どんな形でもやっぱ泥臭くてもやっぱ勝っていかなきゃダメなんで、ただずっと見ていた夢の続き、夢の続き。
夢か。まあ夢はもちろんサッカー選手なんで変わらず。でもそこを追っていけば絶対チームもみんな良くなるし、みんながその夢を追いかければ絶対プラスになるんで。夢は、今はそれですかね。サッカー選手になりたいです。胸張ってサッカー選手って、やっぱ J リーガーですかね。そうすればチームも上がっていくんで。